北野田駅。北野田駅は、大阪府堺市東区北野田にある、南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は、NK63。明治時代以前の北野田周辺は一面の、田園地帯で、高野鉄道が1898年、明治31年に、大正路駅、現、堺東駅、佐山駅間を開業させた当時は、北野田駅は設けられなかった。 大正時代になって北の大駅が開業。以後この地域はヨーロッパ式の高級住宅街として開発が進む。対比可能な島式にメイン4線のホームを持つ京定駅である。待合室が上下各ホーム上に1カ所ずつ、売店が上りホーム、南波方面、3.4番ホーム上にある。2005年9月中旬頃から上りホーム、10月には下りホーム、 高野山方面の列車案内装置がフルラー LED タイプに交換され稼働している。改札口は2カ所、出口は西口、東口の2カ所ある。西口は再開発ビル、アミナス北野田とペデストリアンデッキで結ばれ、地上とのエレベーターが設置されている。東口はライフ北野田店があるビルに直結している。 2005年9月に新設された南馬川の改札口には車椅子でも通れる自動改札上下ホームへのエレベーター車椅子での利用が可能な多機能トイレが置けされバリアフリー対応が図られている自動改札機はオムロン製在来改札からはそれまで通り階段でしかホームへのアクセスができない当駅は駅長が配置され初芝駅から 混合駅までの各駅を管轄している。2006年1月17日には、改修前に県外機や駅長室があった場所にコンビニエンスストア、アンスリー北野田店が開店した。内側2.3番線が本線、外側1.4番線が対比線となっている。南場側に下り線から上り線への渡り線があり、4番線から北野田駅折り返し列車が発着する。 ただし、休行主体のダイヤに変わった2000年12月からは、折り返しのための渡り線は、平日朝の一本にしか使われていない。その後2005年10月から、2000年以前の休行、区間休行併用ダイヤに戻った、各駅停車は、今号、河内長野まで運転されている。終日一部列車を除き、当駅で、環球接続が行われている。 なお2013年10月26日から2015年12月4日までのダイヤでは朝ラッシュ時に翌12月5日から2017年8月25日までのダイヤでは日中に混合駅を行っていた。折り返し列車が4番線に進入する際、停車位置を超えてオーバーランした場合は、上り列車と正面衝突する危険性があるため、 4番線の極楽橋側には安全側線が設置されている。2016年、平成28年度の1日平均乗降人員は34,345人である。1995年に桃山学院大学が泉キャンパスに移転されたことや、都心回帰などで2002年まで利用者は年々減少してきたが、その後は、 駅西側の再開発事業や初芝立名館、高等学校の北野田キャンパスの点によって増加傾向である。近年の1日平均乗降人員、乗車人員は下表の通りである。周辺はスーパーや商店街などがある商業地域と住宅地が混在している。駅西側は再開発事業が進められ2005年2月に 図書館などの公共施設や商業施設の入ったビル、アミナス北野田が完成。駅西南には3棟の高層マンションが建てられた。引き続き2007年4月に私立東文化ホールや商業施設と高層マンションが入ったベルヒル北野田が完成し、駅前再開発計画が完了した。再開発が完了し近代化した駅前地区には、 都会の真ん中でヤギを飼育している住宅があり、近隣の住民が覗いていく光景も、多したような人々が暮らす、この地区ならではと言える。駅から西方に、緩やかな坂を登り、ファウンテン、噴水通りという商店街を抜けると、1930、昭和5年に、関西土地が開発した大味の田園都市が広がる。噴水のある、ラウンドアバウトからは放射状に8本の道路が、 伸びている。東京の田園調布や先祖田園都市と同時期に開発された日本の田園都市の原型で豪邸や商社な洋館が立ち並ぶ関西有数の多く街である。駅東側は泉街道、下高の街道沿いに趣のある古い街並みが残されており、駅の東西で全く異なる風景を形成している。国道3 1十号沿いにかつてあった。 桃山学院大学の敷地には、京都市の学校法人立命館と提携している、大阪発芝学園が運営する小学校と、中学校と高等学校が建っている。駅西口にはスターミナル及びタクシー乗り場があり、西区役所前、堺駅南口、富田林駅前方面などへの路線バスが発着している。かつて南海バスは折り返しにターンテーブルを使用していたが、 カリバスターミナル供用開始に伴い2005年3月でターンテーブルの使用は廃止された。近鉄バスは駅前ロータリー乗り入れに伴い折り返しに使っていた大見のバス停は2006年4月1日に休止となった。近時は堺市三原区への路線が拡充されている。南海バス1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場東山営業所担当。 近鉄バス、松原営業所担当、堺市、乗り合いタクシー、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。